は狭いけど、恋しかったんだ。シュン、シュン、ナナミ、ドラゴンモードガオー知ってる？宝石みたいな星があるの。キラキラで、綺麗なんだ。指揮官、見てみたいと思わない？ナナミが取ってきてあげるよ。これ、全部ナナミにくれるの？わー、寺最高すぎるよー左足、右足、うわー、もう降参、本当に転んじゃうよ。抜き足、差し足、忍び足。わあ、指揮官。目は覚めたかな？機械体だった？指揮官はどこに行ったの？ナナミつまんない。何か面白そうなことは。させるの？指揮官、やっと帰ってきた。探しに行こうとして準備も満タンだったんだよ。約束したでしょ。指揮官がどこにいても必ずナナミが見つけるって。果てしない空間と未知な時間の旅。ロマンチックに聞こえるけど、ナナミはもうゴリゴリ。最高に面白い地球とバイバイなんて嫌なの。もし指揮官が地の果てまで追い詰められたら、ナナミはどうするのかって？わかんない。でも、全身あるのみかな。嫌いなもの？孤独、戦争、美味しくないお菓子、カウントダウンを刻む時計、あと、悪いもの全部。それから、指揮官や人間がいない世界も嫌なんだ。シュン、シュン、ナナミ、ドラゴンモードガオナナミはもう大人だから、かくれんぼなんかとっくに好きじゃないし、指揮官が隠れちゃうのも嫌なの。だから、今回は指揮官の勝ちってことにしてあげるね。もうこんなゲームは勝手に始めちゃダメだよ。おばあちゃんロボットは大嘘つきだから、
おばあちゃんロボットの答えは好きじゃない。指揮官やみんなと一緒に、ナナミの一番望む未来まで、ナナミは絶対にたどり着くから。たくさんの場所を旅して、いろんな景色を見てきたけど、やっぱりここが一番落ち着くな。機械は人間の可能性を演算できないけど、指揮官のことならナナミに任せて。ただいま演算中。ピコーン。指揮官は今、ナナミが作った宇宙一のスタークッキーを食べたいって思ってるでしょう。代償？もしそれがみんなが一緒に幸せに暮らすために払うことを指すなら、それは代償とは言わないよ。なんというか、ぴったりの言葉が見つからないや。運命なんて信じない。ナナミが信じるのは指揮官だけだよ。指揮官がどれだけ隅っこに流されちゃっても、ナナミは絶対に指揮官のいる世界を見つけ出すから。知ってる？宝石みたいな星があるの。キラキラで、綺麗なんだ。指揮官、見てみたいと思わない？ナナミが取ってきてあげるよ。これまでたくさんのゲームをクリアしてきたけど、やっぱりハッピーエンドにたどり着くには努力が必要だね。指揮官、ナナミと一緒に前に進もう。スーパー無敵のベストオブハッピーエンドに向かって。指揮官には笑顔でいてほしい。だからナナミは戦うよ。ナナミは大人びたお姉さんにはなりたくないの。今のナナミのままなら、指揮官はもう消えたりしないでしょ？ストップストーップ！これ以上はダメ！指揮官への好感度メーターがギューンって振り切っちゃうじゃん！ナナミ、指揮官を好感度プログラムの対象から外したの。だって、上限値を何度も再設定するのが面倒なんだもん。ナナミ、指揮官の気持ちをちゃんと受け取ったよ。だから指揮官に、たーくさんの愛をお返しするね。指揮官、ナナミの愛、見えた？じゃあ、ナナミは、スタークッキーをお返しするね。はい、どうぞ。ドキドキ。今回はどんな面白いものをくれるの？これ、全部ナナミにくれるの？わー、テラ最高すぎるよ！え？ぼーっとなんかしてないよ。指揮官がくれたこのプレゼントをどうやってしまおうかなって考えてただけ。春に種をまくと、秋にはたくさん実るよね。ってことは、指揮官をまいておけば、たくさんの指揮官が収穫できるってこと？なんちゃって。半分冗談だよ。愛って言葉は、言いすぎると嘘っぽくなって信じてもらえなくなるって、とある本に書いてあったの。ねえ、指揮官、それって本当？じゃあ、ナナミは好きって言う。ナナミは指揮官が大好き。一つ、二つ。あ、指揮官。今ね、スタークッキーの数を数えてたの。指揮官へのお返しなんだけど、足りるかな？ナナミ、指揮官が大好きだし、指揮官がいるこの星も大好きなんだ。指揮官はどこに行ったの？
ナノミつまんない。何か面白そうなことは。し今ネムネム虫を捕まえてるの。ネムネム虫を全部捕まえたら指揮官は元気になってナナミと遊べるはず。あれ指揮官、珍しい、寝ちゃったの。すやすや寝てるのに疲れた顔してる。あ、そうだ、今度こっそり指揮官の椅子を電動ベッドに改造しちゃおう。絶対喜んでくれるよね。指揮官の姿が見られなかった時間はそんなに長くないけど、ナナミはずーっと指揮官のことを考えてたよ。指揮官、まだ起きてるの？ナナミはぐっすりだったのに。まさか、指揮官は機械体だった？愉快なお話の始まり始まり。昔々、空中庭園というところに、とある指揮官が住んでおった。指揮官は仕事が大好きで、来る日も来る日も仕事三昧。そしてついに。お話はここまで。続きは指揮官が今すぐ休むなら教えてあげる。指揮官に全自動仕事マシンを作ってあげたら、ナナミと遊ぶ時間がもっと増えるかな。指揮官、まだ休んでないの？もしかして目を閉じたらナナミが消えちゃうかもって心配してる？大丈夫。ナナミはずっと指揮官と一緒にいるよ。二人の約束、でしょ？説明しよう。今のナナミはアシスタントモードなのである。指揮官、今日のご指示をどうぞ。ねえ指揮官、昨日は何か面白いことあった？今日は何か新しいことする？特にないなら、ナナミが新しい冒険に連れて行ってあげる。出発進行。抜き足、差し足、忍び足。わあ、指揮官。目は覚めたかな？ピピー！寝起きの指揮官に突撃！びっくりしたでしょ？ちょっと酸っぱいオレンジと、ちょっと甘い梅。最後にナナミの愛をたーっぷり加えて。はい！ナナミ特製スタークッキーの完成！指揮官、あーん！指揮官、おはよう！今日の運勢は、いいことがある！だって！やりたいことはどんどんやってね！ナナミ、応援してるから。楽しい時は大声で笑って、悲しい時は思いっきり泣く。人間も機械体も、ナナミみたいにもっと感情をストレートに出すべきだよ。指揮官、今日の気分はどう？いつでもナナミとお話ししてね。おっとっと、空中庭園のスタビライザーはまだ治ってないの？やっぱりナナミが直した方がいいんじゃない？大魔王め、ここまで来たのか。大丈夫、指揮官はナナミが守る。今のかっこよかった？ふっふっふ、この程度で百戦錬磨のナナミ様を動揺させられるとでも思ったのかね。
左足、右足、うわぁ、もう降参、本当に転んじゃうよ。指揮官、月の光と星々に向かって、ナナミと一緒に出発だ。ナナミの実力、しかと見ろ。へへん。指揮官に褒められちゃった。ま、ナナミなら当然だね。進化は止まらない。宇宙最強なカード騎士にナナミはなる。わあ、これが新しい技と力？すっごーい。ナナミ、この武器気に入っちゃった。これで指揮官を助けに行くね。みんなの元に戻ってくれて嬉しいな。オッケー、ナナミが絶対にみんなを無事に連れて帰るから。やった、今日の任務は全部終わり。見ててね、ナナミの変身、シャキーン。やっと帰ってこれた。ここは狭いけど恋しかったんだ。ハロー、カレリーナ、リーフヤッホー。わーい、ルシアだ。やあやあ、指揮官、みんな元気にしてた？よし、挨拶の練習はこれでバッチリ。いつになったらまた会えるかな。こことここにパーツをつけて、あとここにも追加して。あ、指揮官、ヤッホー。はい、これ指揮官に渡そうと思ってた新型の格闘式目覚ましロボットだよ。くらえ、スタークッキー攻撃。ほら、次は指揮官のターンだよ。早く早く。ナナミは勇者なんかじゃないよ。勇者よりもドラゴンになりたいな。そうすれば一番大切な宝物をずーっと守っていられるでしょ。ねえねえ、ねえねえってば。指揮官、こっち見て。ぼーっとしすぎ。今からナナミのショータイムが始まるよ。もし指揮官が機械体だったら、タイピング用に開発された専用ロボってところかな。でも心配いらないよ、ナナミが手伝ってあげるから。えっへん。指揮官、遅刻だよ。ナナミ、ここで指揮官をずーっと待ってたんだから。指揮官、やっと帰ってきた。探しに行こうとして準備も満タンだったんだよ。約束したでしょ、指揮官がどこにいても必ずナナミが見つけるって。わあ、どうしてナナミをクラクラさせるの。任務オールクリア。さすが指揮官。それじゃあ頑張ったでしょうの商品、ナナミの一日独占券をプレゼントしよう。運命を変えるため、みんなを守るために、ナナミ登場。ナナミサイクロン、ナナミアタック、しょっと、よいしょっと。逃げられないよ。よーく見ててね。たったらー、楽勝楽勝、オールクリア。ナナミ、アルティメットスペクタクル、やー。アルティメット
感情はあ、ナナミ出撃。運命は全部ナナミ自身が決めるんだ。えへん。